ブラジル音楽は南米ブラジルで発展した音楽の総称である。ビリンバウとパンデイロによるカポエーラの伴奏ブラジル音楽とは、競技ではショーロやサンバ、ボサノバ、ノルデスチなどを指し、講義では北米などのロックやポップスの要素を取り入れた、ブラジルにおける音楽も指す場合がある。サウダージ他独特のロマンティックな世界観、コードで重層的なリズムやアンティシッペーションの多様などに、 特徴を持っている。ブラジルは、白人、黒人、黄色人と様々な民族文化が混在する文化的背景をもとに、ヨーロッパ、アフリカ、インディオなどの伝統音楽の融合がもたらした世界に類例も稀な多元的な音世界を構築している。すなわち、ブラジル音楽は伝統音楽、ポピュラー音楽、クラシック音楽が、 混然一体となって相互に発展してきたものである。国内経済が立ち遅れていた時代から、ことこの分野に関しては、世界的な注目を集めてきており、ワールドミュージックブームの火付け役となった、フランス、ジャズやロックを要するアメリカ、そしてボサノバに系統する日本の三国は、ブラジル音楽の需要が盛んであり、中でも日本では、ブラジル本国ではなかなか聴けない音源が多数。 発売されている。ブラジル人のミュージシャンが本国で買えない音源を日本で見つけて大量に買うことも多い。ただし、ブラジル国内における若年層では欧米のロックやポップス、ソウルやファンク、また、ブラジルの俗用といわれるブレーガなどが多く好まれ、これらのブラジルの伝統に根ざした音楽はどちらかといえば敬遠される傾向にある。なお、アメリカやイタリア、スペイン、 フランスなど、世界的には、ブラジル音楽もラテン音楽のカテゴリーに含まれると、解される。しかし、日本国内においては、ラテン音楽といえばスペイン語圏の音楽に限られ、南米で唯一ポルトガル語圏である、ブラジル音楽を含めないとする見方も根強い。ありがとうございます。